ヘンドリク・ティマーはオランダ・ユトレヒト出身の男子テニス選手。当地から登場した最初の本格的な男子テニス選手として活動し、1924年のパリ五リンでコルネリア・ボーマンと組んで混合ダブルスの銅メダルを獲得した。ティマーはウィンブルドン選手権でも1927年と1929年の2度ベスト8進出がある。男子テニス国別対抗戦。 デビスカップでも長く活躍し、1920年代におけるオランダの国民的英雄であった。オランダではハンク・ティマーと呼ばれることが多い。オランダのデビスカップ初参加は1920年であったが、ヘンドリク・ティマーは1923年からデハイ代表選手になった。翌1924年、ティマーはパリ五輪のコンの混合ダブルス部門で、 コルネリア・ボーマンとペアを組んで銅メダルを獲得した。男子部門の競技では、ティマーは男子シングルス3回戦、男子ダブルス1回戦敗退に終わり、単腹とも日本の福田正之介に敗れた。1925年、デハイオランダチームはヨーロッパゾーンの決勝に初進出したが、当時フランスの四十0と呼ばれた名選手たち、ジャンボロトラ、ルネラ・コステ、ジャック・ブルニョンに歯が立たなかった。 ティマーは1936年までデハイ代表選手として活動を続け、通算で43勝22敗の成績を残した。通算勝利数とシングルス勝利数は今なおオランダチームの歴代一位記録として残っている。ヘンドリク・ティマーはオランダの国民的英雄として、ウィンブルドン選手権で1927年と1929年の2度ベスト8進出を成し遂げた。 1927年の準々決勝では、ジャンボロトラ。1929年は、アンリ・コシェに敗れ、共にフランス、4十4の競合選手に敗れている。全仏選手権では1927年と1929年の4回戦進出が最高で、この大会ではベスト8に勝ち残れなかった。1927年全仏選手権は、コルネリア・ボーマンがオランダ人選手として、 最初の4大大会シングルス優勝者になった大会である。ティマーは多彩なスポーツ選手としてテニスのみならず、ゴルフやスカッシュ、ホッケーなどのスポーツにも挑戦した。1996年ウィンブルドンでクライチェクがオランダ人男子選手として最初の4大大会優勝者になった時、92歳のティマーはこの偉業に大喜びしていたという。それから2年後、 ヘンク・ティマーことヘンドリック・ティマーは、1998年11月13日に94歳で、調整した。くしくも、その4日後の11月17日に1924年、パリゴリン,コンゴーダブルスのパートナーだった、コルネリア・ボーマンもこの世を去った。ティマーの死後、彼の意志を継いで、ヘンク・ティマーサーキットというテニスツアーが2000年に、オランダ国内で設立された。ありがとうございます。